よいしょ。はい、こんにちは、ピカです。今日もね、まあ都内をドライブしながらちょっと話していきたいと思います。今日はなんかコメントで寄せられた内容をちょっと話していこうかなと思いますね。このね、 GT スポーツでね、みんなね、なんかすごいね、動画見ていただきまして、なんていうのかな、若い人よりも意外とね、同年代とかちょっと上の先輩方に見ていただいているっていうね、ことでね、でそういう人たちもね、やっぱりこういうゲームでね、楽しんでらっしゃるっていうことがありますね。でそれで感じることっていうのは、やっぱりなんかこう車の文化っていうかさ、車趣味の文化ってさ、やっぱまあ俺なんかが思うよりもなんかすごく奥深くて、なんていうのかな、すごくこうね、まあいいもんだなっていうね、いいもんだなっていうか、もう少しこうなんていうのかな、紳士の趣味っていうかね、なんかそういうもんなのかなっていうね、気がしますね。でまあ良くも悪くも、まあ今もそうなのかもしれないけど、やっぱり車っていうのはさ、車の趣味って、まあ、とにかくお金かかるじゃん。まあ何どんな車に乗ったとしても、やっぱりね、100万じゃ済まないからね、趣味でね、っていうね。でまあ自動車の運転技術っていうのもさ、やっぱり時間もなければ金もなくて、そこまでやっぱりこう磨くのにとかさ、まあ、お金、タイヤ代だのなんだのってさ、まあ、車代から始まって、そういう、ね、サーキット走ってとか、そういうのってやっぱりものすごいお金がかかる趣味だなってね。でなんだろうな、すごい難しいね、そういう趣味として、こうなんだろうな、スポーツとしてさ、こうモータースポーツを趣味にするっていうことのハードルの高さっていうのは、まあ、痛感するなって思いますね。でまあ幸いね、俺はやっぱりこういい時期に生まれて、いい国に生まれて、まあかなりの低コストでモータースポーツを相当楽しめた、まあ、方なのかなっていうね、気がしてて。でまあシンガポールなんかだとね、まあ例えが悪いかもしれないけど、すごくこうお金かかるんですよ、車はね。関税があって、やっぱり買った値段の倍ぐらいのね、税金払わなきゃいけないとか、そういうことがあるので。で日本は幸いね、すごい自動車税も安いしね、まあなんか20とか30とかね、なんかこう消費税のなんとかなんかいろいろ言われてるけど、まあその自動車生産国っていうことで、かなりね、やっぱりそのアジア諸国とかね、高いその関税が、車に関する関税が高い国なんかに比べたら、もうちゃただみたいなもんで、本当にね、フェラーリもね、貧乏人は無理だけど、そのだって同じ俺持ってる430だって、シンガポールに行ったらもう5000万とかね、6000万とかするって、それ無理じゃん何倍もするからね。まあ、幸いそんなことなく、こうね、まあ、俺でも乗れたっていうところはすごいいいし、まあサーキットもね、充実してるし、で安いね、マツダが作ってくれたロードスターっていう車でね、まあ、今なんかだと本当に7、80万でね、サーキット走れるような、まあもちろん中古でね、だけど NA とか NB とかね、買えるわけだしね。そういうなんかこう、じゃあ昔どうだったのかっていうね、箱スカが出た頃とかね、まあちょっと上の世代の人たちなんかだと、やっぱりなかなかね、難しかったっていう時代もあったのかもしれないし、でもやっぱりそう思うと、まあ俺は本当すごい、なんだろうな、恵まれてたっていうか。でこれからまたね、エコの時代になって、車がね、本当にそういうモータースポーツのね、本当にまあちょっと、まあ、氷河期じゃないけどね、まあ来そうだしね、そういうのがね。
なんかなんとかそれはね阻止しながら、まあ、安い値段でねできるっていうのはねいいのかもしれないなと思いますね。でそう思うとねこの VR っていうのはすごいいいと思わないっていう話をしようかなと思うんだけど、こう VR 本当にこれ乗ってるみたいじゃん、これこの車もさこうやって、うん、今ハンドルに腕ついて乗ってるんだけど、いや本当にこう乗ってるみたいだし、うん、なんかこれもうちょっと発達したらさもうなんかこれでいいんじゃねっていうさ。で、まあ、例えばこれに30万装置、いろんな装置で30万かかったとしても、いろんな車乗れてもうこれで趣味終わりなわけじゃん。でこれでスポーツもみんなで争えたりなんかしたら本当に夢が広がるよねっていう、裾野が広がるっていうの、その広がりようって半端ないなっていうね気がしますよ。だからぜひね、やっぱ車趣味だった人は、まあ車もいいですけど買うのはね、まあ、この VR はさておき、この GT スポーツとハンコンとね、このハンコンももうちょっとねこうなんだろうな、安くできるでしょっていうね、まあいっぱいねこう売れたらねできるとは思うんだけどね。うん、そしてこれがやっぱり広まってね、ソフトウェアもねもっと充実していろんな機能がついてね、ツーリングに行けたりとかさ、こうやってツーリングに行けば楽しいじゃん。で VR で外に降りてさ VR チャットでさみたいなさ、車談義してもいいわけだし、ね、ではたまたこれでレースしたって怪我しないしさ、ガソリン使わないしさ、まあ、超エコなわけじゃんぶっちゃけ。うん、それでまあなんか自分の車の趣味にとリアルともつなげていくみたいなさ、なんかそういうのもちょっと面白いなっていうね。もう本当にこれなんだろうな、車の趣味の人にとっては夢の機会だよね、この VR とハンコンって。俺はそう思うわ、これ本当にこのなんだろうな、だからやっぱりこれで練習してさ、これで車に乗ってさ、実際の車に乗ってで、これがきっかけでサーキットをやるとかさ、これで相当走り込んだ後にサーキット行ったら相当コストは安く済むぞっていうね気はしますよね。なんで VR 素晴らしいっていう話ですね。いやいいね、すごいね、これこんなとこにこんな人がいっぱいいるのね。あっち入れるの？あ、塞がってんね。そこ入れるの？ここ入れるの？え？入れないね。入れない。謎の壁にやられてる。あ、謎の壁にスタックした。え、すみません、謎の壁にスタックしてます、俺。はい。ちょっとね、今スタックしたんでね、ちょっと今復旧しましたね、こんにちは。え、こんにちは。やっぱ VR 最高だよマジで。これで運転を覚えてサーキット走るっていうのはねいいと思うよね。VR で本当にね、 VR じゃなくてこのシミュレーターでちゃんと走れるようになるとね、実際サーキットも走れるんで、本当に同じようにね、ぜひとも練習してほしいなっていうね、車趣味の人は。下手とか上手いとかじゃなくて、なんかそういう楽しみ方っていうのもあるのかなっていうね気がしますね。皆さんね、これ誤解してると思いますけど、
こうなんだろう、 VR ってね、こうこの VR ってこう振り向けるだけだと思ってるじゃん。これが全部立体に見えてるからね、俺飛び出してるからね飛び出して見えてるっていうね、そこだけねお忘れなくって感じなんだよね。だから本当にこれ乗ってる感じなんだよ。わかんないんだよ、これもう本当 VR 体験してもらわないとわかんないんだよね。本当素晴らしいと思いますよ。はい。